皆さんこんにちは。ようこそ WE TALK へ。最近来年度の産業 PC を選定する方が多いですよね。でも消費電力が高い CPU を搭載するとき、ファンレスの使用で熱をうまく発散できない機種が多いようです。そして自社工場で修理できればいいですが、実際に組み立てられなかったり、 CPU、エンダー2などのアクセサリーを交換しにくい状況もありそうです。品質が高く使いやすい PC が欲しいとのお客様にお答えして、私たちが作ったのがこちらの ECX2400SFPEG です。定番の ECX シリーズを CPU の選定が大幅できるように、前世代のさまざまな問題点を改善し、これから IoT 業界に最適なソリューションです。新世代 PC のポイントは何？そして機構設計は何を解決したのか？それでは順番に紹介していきましょう。多くのお客様が困っている GPU と CPU の放熱問題、高消費電力。第10世代のプロセッサー、特に高い消費電力の Xeon95W と GPU 同時に搭載するとき、放熱の問題があると思いますが、どうでしょう？従来のヒートシンクと比べて、ECX2400SFPEG からヒートシンク付きのオプション品を選べます。薄型の強力放熱ファンプラケットを搭載して、空気が上から下へ気体に吸い込まれて、左右の方向へ放熱されます。さあ、ファンバケットの取り付けで放熱の問題を解決しました。ECX2400SFPEG の電源制御について。ECX2400SFPEG なら様々な機能をサポートしています。Q モードから55まで幅広い電源入力が対応でき、85までサーチ保護もサポートしています。さらにソフトウェアでイグニッション構築が簡単になりました。この3つのポイントによって、車載や自動運転のお客様には最適なソリューションだと思いませんか？部品交換に関わる重要な設計、オープンデザインについて。ECX2400SFPEG なら自社工場で補修しやすくを設計しています。どれだけ簡単なのか、 PC ケースを開けて中身を見ていきましょう。新しい ECX2400PEG シリーズはオープンデザインで、シャーシを開けられやすく、より効率的に応急修理がスムーズに進められます。また外部から 2.5 インチの SSD とエンダー2を自由に差し替えられます。このような取りやすく設計があれば、保存先を使い分けたいお客様はいかがでしょうか？無人運転や各種生産ラインの装置から物流などでは AI 処理が向上しています。多彩な IO インターフェースと拡張機能に配慮しつつ、整地する場所も多様で、機構設計を工夫しました。さまざまな課題にお応えする体感強制の GPU コンピューティングです。 ECX2400SFPEG は高い堅牢性のある設計で、高度な画像処理が必要な環境に最適な提案です。興味がある方、ぜひ最新の組み込みシステムをご検討ください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまたね。 See you next time.